マルサンホビー動画チャンネルです。12月1日入荷の新製品、再入荷品のご案内をさせていただきます。まずは12月2日土曜日に発売になります。バンダイの新製品になります。フィギュアライズスタンダードシリーズのウルトラマンブレーザーになります。こちらは今テレビでやってますウルトラマンブレーザーの、モデルになります。でこちらのプラモデルは、作った後も各関節が動いてこういろいろと遊べるプラモデルです。でこちらが、メーカーで塗装を組み立てした、写真になっておりますけれども、こちらの方ですね、こう体の複雑な、模様の部分は金銀と青と赤のインサート成形というふうになってまして、ここの部分が一体化した部品で成形されております。他の部分もこのように細かく赤と青と銀色、そういったパーツを区分しておりますので、ほぼこの、まま作ってもこの、デザインを再現することができます。で中のキットが、このようになっておりまして、でこちらの青いパーツ、赤いパーツ、あと銀色のパーツなどがあり、あと武器 の剣もついております。でこちらの部品がそのインサート成形の、パーツになっておりまして、これで赤い部分、青い部分、銀色の部分がもう最初から一体化されております。以前にラブライブサンシャインのとかのフィギュアライズ系で瞳とかでよくインサート成形っていうのをやってたんですけど、それと同じ技術でこちらの方は作られてます。あと一部色が入ってないところはシールでこう補うことができるようになっております。こちらも、12月2日、発売の、新製品になります。ガンダムビルドメタバースシリーズになります。ガンダムダブルオーダイバーアークになります。こちらの方はベースがダブルオーライザーになっておりまして、そちらの方をカスタマイズしたものになります。でこちらがメーカーで組み立て、完成したモデルになっておりまして、いろいろこう武装の方の組み替えとかでさまざまなアクションを楽しめるようになっております。でこのシリーズはいろいろと新しい試みしているのもあるんですけれども、今度の、プラパーツの方ですね、この、クリアグリーンの部品ですけど、集光性のプラスチックっていうのを使っておりまして、光をこう当てるとこうなんていうんですかね、こう全体がこう光ったような感じに、できるような構造に作られています。で中に入っている、パーツがこのようになっておりまして、こういったさまざまなこう色で成形された部品があります。でこちらの方が先ほど の集光性プラスチックというのでありまして、光を当てることによってこう全体が、こう輝いているように見えるという、素材になっています。あと他にもこういった紫やオレンジなどの部品も入っております。でこちらも12月2日、発売になります。土曜日に発売になります新製品です。ガンダムビルドメタバースの、プルタインガンダムになります。こちらの方は、ガンダムビルド、ダイバーズリライズの方に登場しておりましたコアガンダムというベースの小さいガンダムにパーツユニットを組み合わせることによって、できるプラネットシステムというのを使った、ガンダムになります。それのまたさらに新しいモデルになっております。でこちらがメーカーで、組み立て塗装したモデルになっております。でこちらの方がコアガンダムというのになりまして、こちらのプルートアーマーとが武器を、装備することによってこちらの、プルタインガンダムというものになります。で肩とかについてるこうちょっとギザギザしたような部品はこういったブーメランみたいな感じで武器として使うこともできます。さらには今までコアドッキングシステムを使っておりましたガンダムがあれば、こちらの方のようにパーツを組み替えていろいろまた違うガンダムを、製作することもできます。でキットの中が、このようになっておりまして、こちらもいろいろ多色成形プラスチックになっておりますので、緑色や赤や紫、あとビームサーベルのエフェクトパーツ、白や濃いグレー、そういった部品が、たくさん入っているプラモデルになっております。で次にご紹介しますのがこちらの方が、13ミニッツシスターズのブランドになりまして、アイドルマスターのシリーズになります。13MS のオプションヘアスタイルフェイスパーツセットになります。それの風の日和と八宮めぐるの、セットになっております。こちらの方は、フェイスパーツとヘアスタイル髪の毛の、パーツが入っているものになりまして、これと別売りに出てますボディーパーツとかと組み合わせてこうキャラクターを制作するようにできております。で中の方の、パーツがこちらになりまして、この2人分のこのプリント済みのフェイスパーツ、こちらの方がまず入っております。あとはその2人のこのヘアスタイルのパーツが入ってますね。この、黄色い髪の毛と黒い髪の毛、こちらの方が入っております。
で次にご紹介しますのが、こちらになります。これも同じく、サーティミニッツシスターズのブランドになりまして、アイドルマスターの、オプションボディーパーツセットのビヨンドザブルースカイ、1の、カラー A になります。こちらの方は先ほどの火山の日和や八宮めぐるなどの、こう顔のパーツを使いまして、このコスチュームの方の、こう制作と一緒に使えるようになっております。さらにサーティミニッツシスターと連動しておりますので、こういったちょっとオリジナリティの ある、キャラクターとしても作ることができます。サーティミニッツシスター の、 同色カラー A の、フェイスパーツをセットしたり、それに出ているオプションパーツなども組み合わせることもできるようになっております。さらにこちらの方は中に入っている部品で、こう胸の大きさの方が3種類選べて、さらに身長もこう変えるパーツが入っております。で中に入っている部品がこのようになっておりまして、こうちょっとラメの入ったスモークのかかったかのパーツ、白いパーツ、あと肌のパーツで、こちらの、プリント済み の、 スカートの、部品なども入っております。で次にご紹介しますのが、こちらも同じシリーズになります。サーティミニッツシスターのブランドになります、アイドルマスターの、サーティミニッツオプションボディーパーツ、セットのこちらがアルファシスターファンタズム1の、カラー A になります。こちらの方のはこのちょっと先ほどの青いコスチュームと違い、黒いコスチュームの入った、パーツになっております。でこちらもサーティミニッツシスターズ の、 フェイスパーツと合わせたりとか、元々のアイドルマスターの3人のこうフェイスパーツを使って、このコスチュームの、バージョンを作ることができます。一応こちらの方が、サーティミニッツシスターの方の部品を使った、作例の一例になります。でこちらがこう組み合わせた状態のものになっておりまして、こちらの方もこう体の部分のパーツのいろいろ変えられるようになっております。で中は、こちらの方の、肌色や黒い部品、あとこのクリアブルーの、部品など、こういった、多色成形品になっております。でこちらの連動品として、まあこちらの、サーティミニッツシスターズの桜木マノという、キャラクターも出ております。これはもう完全にワンセットになっておりまして、組み立てるとこのような状態になります。ですのでブルース、こう青いそうですね、衣装のものになっておりますけれども、それで組み合わせると、こういったイメージで、作れるようになりますので、そうすれば3人合わせればワンユニットとして、横に飾ることができるようになっております。で次にご紹介しますが、こちらはバンダイの再入荷品になります。こちらの方は、ハイグレード144分の1の、ガンダムシードの、MSV になります。シグーディープアームズになります。こちらはシグーの大型のビーム兵器のこう試験仕様になっております。でこちらがメーカー組み立て完成品になりまして、肩の部分にこの大型のビーム砲がつきまして、あとはこういった、大きめの剣の武装もついております。でこちらが、中のプラパーツになっておりまして、こちらもグレー、薄いブルー、濃い、ブルーで、オレンジなどの多色成形プラスチックになっております。で次にご紹介しますのが、こちらも、こちらが、ハイグレードの、ガンダムシードの144分の1スケールの、ディエルガンダムアサルトシェラウドになります。こちらの方は、まあ、連合が作って、ザフトの方が、こう、強奪したガンダムの一つになりまして、もともと、ディエルガンダムというのは、ここにありますけれども、こう、何もついてない、本当に素のガンダムだったんですが、それから、ザフト側に渡りまして、こういった、装甲を追加したり、武装を追加して、このような形になっております。でこちらが中に入っているプラパーツになっておりまして、まあ、ポリキャップやグレーのパーツ、青いパーツ、あとオレンジとかガンメタ、白、こういった部品が、入っております。こちらも、バンダイの144分の1スケールガンダムシードに登場します。144分の1スケール、フォビドンガンダムになります。こちらは連合の方が、使用しました、3機で登場したうちの1機の、ガンダムになります。こちらのモデルはちょっと変わった装備がたくさんありまして、こうやって背中についてる、バックパックをこう被って、ここの前のところに棒がこう2本出るんですけど、これによってプラズマを曲げたりするというこう装備がついております。さらにはこう大きめな釜や、この、シールドの方がアームにつながっていて動くようになっております。でこちらの方が中に入っているプラパーツです。まあ、こちらも濃いグレー、グリーン、黄色や赤、そういった部品が、入っておる、パーツになっております。で次にご紹介しますのは、こちらが長谷川の、新製品になります。
72分の1スケールの、超時空要塞マクロス劇場版の愛覚えてますかに、登場しましたクワドアンローの、ミリアの、専用機になります。こちらの方は劇場版のマクロスの方で、メルトランディ軍の、ミリアの方が登場した、クワドランローになっております。こちらの方は接着剤不要で組み立てられさらに多色成形プラスチックになっておりますので組み立てただけでもほぼこの状態が、再現できるようになっております。でこちらの方がメーカーで組み立て塗装したモデルになっておりますけれども中にこうコックピットが開きましてミリアのフィギュアが入っておりますけれどもこれはちょっとグレー一色のパーツになってますのでこちらの方は再現する場合はちょっと色を塗ってもらうようになります。さらに肩や足のところについている、ミサイルハッチの方は開閉の、部品を取り替えることによって再現できるようになっております。中に入っている、部品がこちらの方になります。こちらがミリアの半身像の、パーツになっておりましてここの部品赤い部品やグレーの部品あとちょっとこのピンク色の部品やちょっとこうメカの部分の濃いパーツなどもあります。でここの部分がミサイルハッチになっておりましてミサイルの方はこういったちょっとこう別パーツとして開閉がこう後でこう選択して取り付けられるような取り替え式の、ものになっております。さらに、まあ、10月、12月になると、今度は、同スケールの、VF1S の、MAX 機の方も出ますので、そちらと合わせると、劇中での対決シーンなども再現できるようになります。先に、あとこちらご紹介しておけばよかったんですけど、これが、あと13ミニッツシスターズのオプションヘアスタイルパーツの、ボリューム8になります。こちら1箱に4種類の、フェイスパーツが入って、あ、ごめんなさい、ヘアスタイルパーツが入っておりまして、中に入っているのが、こちらの、ものになります。まず、黄色のツインテール。そして、あと、こう、茶色の、ストレート。あと、ブルーの、ストレート。あと、黒の、ロング。と、この4種類が、この中には入っております。こちらは、長谷川の新製品になります。12分の1の、卵ガールズシリーズのルーシー・マクドネル、ワイシャツ仕様になります。こちらのモデルは、レジン製の、組み立てキットになっております。で、こちらがメーカーで、組み立て、塗装したものになっております。で、目の部分はこういった、瞳デカールが入っておりますので、こちらの方で、再現できるようになっております。で、中に入っている、部品の方が、こちらの方になりまして、で、こちらのシリーズは、比較的、パーツの境目が、接着面で、うまく合わせるようになっておりますので、一つ一つのパーツを塗装して、後で、組み立てるっていうことが、できるようになっておりますので、組み立てや塗装が非常にやりやすいです。で、こちらの方が、瞳の、デカールになっておりますので、目線の方はちょっとこうやっていうふうに、変えて、ちょっと再現することもできます。で、レジンキャストの、モデルですので、一応まず最初、色は、塗る前に、こう、中性洗剤とかで洗っていただきまして、こういった、プライマーサフェーサーという、下地剤。これで、まず、整えていただきまして、で、接着の方は、まあ、あまり液状の瞬間接着剤とか使うと垂れちゃう恐れがありますので、こういったハケ塗りタイプの瞬間接着剤や、あと、ゼリー状の、こう、タイプの、瞬間接着剤などがおすすめです。で次にご紹介しますのが、こちらが青島の、新製品になります、プリペイントシリーズのプラモデルになります、ランボルギーニウラカンの、グリーンになります、こちらのプラモデルはメーカーの方で塗装済みになっておりまして、だいたい主だったところはすべてカラーリングが最初から施されております。で中に入っている、キットの方はこのようになっておりまして、最初からまずボディとか、そういったに関連した部品が緑色に塗られております。さらには、こちらですね、窓枠もちゃんとこういうふうに黒く枠を取って、塗られています。そして、こっちの、こういったシャーシの、部分の足回り、こういったところも塗ってありますので、ほぼ目立つところは、このふうに色で塗ってありますから、あとはパーツを外して接着剤で組み立てていただけるだけで大丈夫です。こちらも長谷川の新製品になります。12分の1スケールのスズキ RG500 ガンマの、前期型になります。それの1985年モデルです。こちらのモデルですね、この中を開けていきますと、このようになっておりまして、ボディ自体は白い成形色になっております。で、タイヤはとかはゴム製で、
こうビニールチューブとかでこうワイヤーとかは再現できるようになっております。さらにサスペンション用のバネがついておりまして、そしてあとこういったこれがまあタイヤがゴム製ですね。であとこういった、デカール黒青いラインの部分はこうデカールで、再現できるようになっています。こちらがライフィールドモデルの、35分の1スケールの、ロシア軍の T80U になります。こちらのモデルですけれども、中に入っている、部品がこんなような感じになっておりまして、まあ、プラパーツや、メタルパーツ、エッチングパーツ、あとこのデカール、あと履帯の部品などが入っています。で、キットの方を開けていきますと、こういうふうになっておりまして、こちらの方が、上のこのターレットの部分になりまして、あとこれがこう、いろいろ細かい、こう、車体の部品とかがありまして、これがシャーシの部分とかですね。そして、装備品などが入ってまして、でこちらの方が、こう、連結仕切り体になっておりますけれども、この横にある、こう、ジグを使っていただいて、こう、組み立てていくようになっております。一応、こう、連結式ですので、動く部分に接着剤がつかないように気をつけていただきたいです。あと、ま、こういった、クリア部品。で、こう、金属、これが金属製のワイヤーですね。あと、こういった、紐のパーツや、あとデカール、で、エッチングパーツ。こちらが中に入っているものになります。で、次にご紹介しますのが、こちらが AMT の1966年の、フォードサンダーバードのコンパーチブルモデルになっております。一応ちょっとこれ、ビニール封装しちゃってるので中が見えないんですけども、一応こちらのイラストのところには、ま、いろいろこう細かく、部品として、入っておりまして、エンジンなども再現されており、ちょっとこう、上の、フードの部分なども、空いてる状態と閉まってる状態と、どちらかが、こう選択してできるようになっております。あとこちらが、月光モデルの、35分の1スケールのアメリカ軍の、コンテナになります。まあ、このコンテナが一応2個入ってまして、一応こちらが説明書になります。で、こういった6面のパーツをはめていって、あとこうデカールとかで入って、ありますので、まあ中に何が入ってるかみたいな感じでこう、わかるようになってるんだと思いますけれども、あと、まあこういったプレート、パーツなんかも一つ入ってます。で、中の部品が、このようになっておりまして、これが、こう、板のこの部分ですね。こういったのを、箱組みしていくような形になっておりまして、で、これが、よいしょよいしょ。これが、デカールと、あとエッチングパーツ。こういったのが入ってます。まあこれでジオラマ同側に、で、使ったりとかして、こう横にこう置いて、ちょっと再現したりすることが、できる。こちらは、プラモの新製品になります。レイフォースという、タイトーが開発したゲーム機の中に登場します、戦闘機で X レイになります。こちらのモデルですね。ここが、メーカーで組み立て塗装したモデルになりますけれども、細部にこだわってモールドが、こうたくさんあったりとか、あと大きな、こうバーニアには非常にディテールにこだわった作りがされております。そして、中の部品がこちらになりまして、このように部品の方も、ま、いろいろこう、カラーリング赤とか、濃いグレー、薄いグレー、あとは専用のこの、展示台がありますので、飛行状態で、飾ることができるようになっております。で、またこういった、こちらの方には、クリアの、ちょっと短くして、オレンジ色の、部品など、まあ、多色の、成形パーツになっております。こちらが、同友社の方から発売になっております。32分の1スケールの、アウディ R8 の MLS のカーナンバー33番、エヴァの、初号機の、カラーリングタイプになっております。こちらのモデルの方は、ダイキャスト製のミニカーになっておりまして、で、ここにちょっと今、前側ちょっとわかりますですか、こうボンネットが開いてまして、中のエンジンとかも、再現されております。で、ドアも開閉式になってまして、で、ちょっとこれ、中にですね、サウンドギミックと、ライトギミックが入っておりますので、ちょっとこれ今電池がこう、こう接触しないようにパーツが入ってるんですけど、このドアと連動して、そういったギミックが動くようになっております。こちらが、グッドスマイルカンパニーの新製品になります。ポップアップパレードの L サイズのになります。ゴブリンスレイヤーに登場します。女神官になります。今まで出てます、ポップアップパレードというシリーズのフィギュアの、ちょっとさらにサイズが大きいモデルになっております。で、一応、まあ、これを見るよりは現物見てもらった方がわかりやすいと思いますけれども、こちらの方が、そのモデルになります。全高がだいたい25センチくらいになります。ちょっと大きめのモデルになっておりまして、
こういった、装備品として専用のこの尺状のパーツ、あとはこういったディスプレイスタンドもついておりますので、こちらの方で、綺麗に飾ることができます。一応、後ろ姿が、ね、後ろもこういう感じで、ちゃんとこう、髪の毛など、あと、ローブなども綺麗にこう塗り分けられております。以上が本日入荷しました商品になりますので、ぜひお客様のご来店の方お待ちしております。入荷した商品はどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。